第1部ラストの質問に行きますよ。もちろん第2部がありますのでね、ご安心ください、はい。ペトログラフという岩に刻まれた文字があり、シュメールの古代文字ではないかと言われています、これはなぜ粘土板へ書かずにわざわざ岩へ刻み込んだのでしょうか、文字で記録して後世の参考文献として残すというより、岩へ何かを示すための目印として、もしくは記念碑として刻まれたのでしょうか。まあね、普通シュメールって、まあ、メソポタミアって言ったら普通さ、粘土板と、ね、くさび型文字じゃん、でもあれはね後世なんです。あ、シュメールじゃないんだよ、メソポタミア文明。あ、そっかそっかそっか、シュメールの方が古いんだ、古いんだよ、ね。だからもうシュメールの後半部分にひょっとしたらそういうのがあったかもしれないけど、それ以後ずっと継承されていくのね、はい。だからまああのくさび型文字っていうのは、あのまあ確かにシュメールの後半に出てきたっていう説は今のところあるけどね、まああと以後ずっとそれが使われ続けていくわけですよ、ね。ハムラビ法典も全部そうだろうけど、まあ全部そうです。ただまあ不思議なのはね、まあ、あまりこう言うとまた語弊があるかもしれませんが、日本に粘土板持ってきたらね、もう高温多湿で大雨が降りますから、粘土板があったとしてもダメだな、すぐ崩れ落ちる、あの水が染み込んですぐぐちゃぐちゃになっちゃう、ただの泥になってしまう。あ、なるほど、そこで岩ですか。岩です。まあ巨石文明という意味で言うとね、で日本、まあ、環太平洋民族の巨石文明というね、まあ、今回ちょっと質問が出なかったけど、飛鳥村に行くとあの猿石っていうのがあってね、もう独特なんですよ、こう腕をこう下っ端のところに当ててね、こうと全く同じのがモアイですよ、もう同じですよ。であれはモアイって言ったらポリネシアも含めてミクネシア、あれはあのチキっていう神様なんで、チキっていう神様が石像で人の形しててお腹にこうして、全部一緒なの、ポーズ一緒なの。ただあのモアイに関する限りはデザインはいいよね、あのムーにも使われてますからね、あれはなかなかいいデザインですよ、モアイっていうのは、でまあまあ、まあ、ソウル製もあったかは知らないけど、モアイが初めて国外に出されたのは、日本の展示だったんだよね。20年ぐらい前にモアイ来てるんですよ日本にね。あ、そうですか。そう、同じ地球神が日本にはありますよっていうことで。